皆さん、こんにちは。信長の野望、新生、パワーアップキットの22回目の放送となります。初めての方は、はじめまして。引き続き視聴いただいている方は、本当にありがとうございます。初見でマイペースな動画ですが、一生懸命コツコツプレイしていきます。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第22夜、開幕です。この動画、カイ君の肉声とゆっくりボイスが共存している作品となっています。本編が始まる前に、前回のあらすじ、および彼らのトークをお楽しみください。北条との同盟が解消した津軽家。すぐさま北条領の米沢城を攻撃する。見事落城させることに成功するものの、兵糧が尽きてしまい、泣く泣く停戦。米沢城を割城し、何も得るものがなく、18ヶ月の休戦協定を結んでしまうのであった。わしの名前は津軽為信。陸津軽の大名であり、本作の主人公である。今後の方針を決めるため、作戦会議でみんなに集まってもらった。みんな、よろしく頼むぞ。前回、米沢城を落城させるまではうまくいきましたが、その後、やむなく停戦。私の策が及ばず、申し訳ございませぬ。いえ、軍師殿が悪いわけではないです。もし、兵糧が尽きるまで戦っていたら、間違いなく我が領土も取られていたと思います。うむ。戦犯探しをしても仕方がない。次、同じことが起こらぬよう、みんなで頑張っていこうぞ。父上、同じことが起こらぬように、とは具体的に対策はどうするのでしょうか？そう、信武の言う通り、対策についてだが、木下家との同盟を考えている。ただ、同盟しても、仲介役になれるかどうか。木下家、つい最近までは日本一の勢力でしたが、徳川や毛利に挟まれ、国内は疲弊。北条と戦になった際、仲介役ができるか不透明です。なので、信武よ。今後の戦、北条領を多く取り、有利な条件で停戦し、領土を地道に増やしていくしか方法がないと思う。我らも民も苦しい戦いをしていかなければならない、ですか。その通りだ。だが、民の負担を減らすため、できる限り我々が背負っていかなければならぬ。もちろんです。我々一同、覚悟を持って当たる所存です。うむ、皆の者、よろしく頼むぞ。そして、今回の作戦について、軍師よ説明を頼む。は、今回は二正面作戦を予定しております。安成、説明を頼む。は、それでは、ご説明いたしまする。まず、都の本体を中心とする精鋭を米沢城へ派兵します。北条家は米沢城に兵力を集中させると思われるため、必ず勝たなくてはなりませぬ。そして、奥方殿率いる別動隊が丸森城を奪取します。北条は兵不足で対応が遅れると想定、難なく丸森城を奪取することができるでしょう。米沢城、丸森城を奪取することができた場合、北条と停戦、有利な条件で和睦を図ります。それが、今回の案となります。本当は仲介したいところじゃが、北条がでかすぎるため、期待はしとらん。今回の案、見事じゃ。だが、余裕があれば氷西山城も視野に入れる、少しでも北条の領地を奪取するためだ。了解です。氷西山城も奪取した後、停戦としたいと思います。うむ、それでは、今回の作戦がうまくいくよう、おのおのの活躍、大いに期待しておる。それでは、現場へ向かうとしようか。信武や、考え事か？大丈夫、今回はうまくいくと信じましょう。はい、母上。不利な条件で停戦しなければよいが、この上は、父上を信じるしかない。お疲れ様です。これから、続きをやっていきたいなと思います。あのね、北条に米沢城返しちゃったから、ちょっと本当にきついんだよね。そして、18ヶ月間の停戦が終わり次第絶対攻めてくるから今のうちに力を蓄えようかなと思います。では早速やっていこうかな。お待ちあれ。そう、木下家と親善してうまくいけばいいんだけどね。行こう。木下家が仲介役をこなせるか不透明だが、同盟していて損はない。親善を続行じゃ。
上杉が大変なことになってね。あの牽制を誇っていた上杉がここまで落ちぶれるとはな。我らはそうならぬよう気をつけなければ。やりました。オッケー、いいよ。主が力を、ナイス。織田信方、織田信方か。お使いしよう。どうもありがとう。織田家の武将が加入したか。織田家も崩壊したため、これから人材は増えそうだ。頑張れ上杉、負けんなよ。この状況で上杉を応援する海君であった。普通に無理な話だと思うぞ。何もやるもんがない。だな、話がついた。ちょっと待って、一応家宝買っとくか。低い人いねえか。うわ、いっぱいいるな。正さね、あげてんのによ。この人にあげるか。有能な武将は逃がさないようにしよう。正さねに。行こう。久野瀬正実を逃がさないと必死になる海君であった。お、銀座いいね。心得申した。いいぞ、その調子だ。銀山ですか。建設すればお金が大量に増えますね。上杉大変なことになってな。奪われそうだ。なんか近々。今少しよろしいか。はい、同盟します。それでわしらは盟友じゃ。盟友になったね。仲介役で頼むぜ。ご加盟とあらば。行こう。仲介役ねえ、秀吉に期待できるかな。さてどうなるかな。怖いな。お、いいぜ、いいね。くっそー、怖いよー。考えがあります。おし、大納言だ。あ、もうダメか。待って、これどうかな。やってみるか。これよろしい。二打制の制作か。これでさらに老老が増えるな。まこと喜ばしい。オッケー、いいぞ、仲間増えた。上杉、つらいことになってんな。上杉、おしまいかもしれないね。オッケー、レベル4までいったぜ。おお、180いったんじゃない。いいね、いいね、すごいぞ。これで遠くから遠征しても問題なさそうだ。いい政策だ。お、名称建設再建だって。やってみようかな。だーれだー。おお、いいね。おお、津軽市の何がかっこいいのか全然わからないけどね。まあいいか。お待ちあれ。あ、上杉と同盟するの忘れてた。ああ、やべやべ。いいよ、心得ましたぞ。上杉と同盟しなきゃな。ああ、最悪だ。これは大変なことになってんな。うわー、めちゃくちゃだな上杉。バイバイ上杉。今少しよろしいか。いいよ。あ、婚姻アディだな。
秀次でもいい、秀長でもいいけど、秀長にしてみるか。ちょっと面白そうだ。これでわしらは盟友じゃ。盟友になりました。お待ちあれ。申し上げる。やりました。うむ。親善諸侯、徳川と羽柴とで。ご加盟とあらば。よし。折り合いがついた。もちろん。4月になった。お待ちあれ。はい、もう攻めてきてるね。まずいね。ちょっと今のうちから動いちゃうか。後方部隊を先に進軍させることとする。先手必勝だ。続きなさい。はい。ちょっとね、遠くの部隊からもう先に出しちゃう。これ危ない。はいかに。わしに続け。おげちゅう。タックしょうがないんだからよ。みんなついてまいれ。お指しず。みんなついてまいれ。おお、19,800か。すげえな。お指しず。出陣します。行こう。もう先に出しちゃう。ご命令をくだされ。行くよ。遅れてはならぬぞ。どうかご命令を。出陣します。ご指示。皆続きなさい。次なる手はいかに。兵団こう進めるぞ。出陣いたす。あ、ここはまだいいや。ちょっと待って。ご命令は。騎乗します。行こう。先に出しちゃおう。出発進行。闇討ち。上策がありますぞ。いいね。あ、春日山城取られてる。上杉残念。お、焼き討ちだって。申し上げたく。紅葉。おー、いいね。お、いいじゃないですか。強いね。紅葉。申し上げたきことが。いい感じじゃない。よし、みんな集まってね。さあ出てこい。いつでも出てこいよ。オッケー。大型の台風が来た。あ、北上してきた。うわ、来ちゃったな。まこと喜ばしい。わかったよ。申し訳ございません。いや、いいんだ。土砂災害復旧だ。わかりましてござる。承知いたした。うむ、頑張ろうぜ。受けたまわった。心得ましたぞ。うむ、わかりました。お気に入りは。よし、ならこっちから攻めてやろうかって思うな。まだ出る気ないのか。城攻めに行く。城攻めしようぜ。ご命令をくだされ。城を攻める。どうせ来るんだ。我らで城を奪いに参る。ご命令はいかに。あの城を奪いに行く。
ご命令はいかに。行こう行こう行こう。攻めちゃう。城攻めと行くぞ。行くぜ。米沢城取っちゃえ。有利になる。悪いな波岡さん。行ってくれ。城を奪えばいい。さあ行こう。よし、いいぞ。あれバレシート。よし。嬉しきこと。オッケー、いいよ。素晴らしい。いいね。素晴らしい。よし。行くさぞ。準備を万端整えよ。あ、待って待って、あ、これは勝てんじゃねえ、もしかして。カイ君、判断遅いぞ。こうもっと早く合戦しとけば兵力減ってなかったぞ。さあ勝負だ。我が策に味方を勝ちへと導かん。急ぐぞ、要所を取らねば。喜ばしいですな。いいねいいね。くらえ我が先鋒。戻れ戻れ、あんた戻れ。ちゃんと指示しないとダメだよ。策の仕掛けどころぞ。動くぞ、続け。頂上です。オッケー。あ、はい、次だからやっちゃえ。敵を攻めます。歩みを進めよ。要所を狙うぞ、続け。火の利を得ん。火の利を抑えるのじゃ。軒口はやらせないよ。敵を攻めます。敵を叩くぞ、敵を叩くぞ。 OK、 これで勝った。その戦法を見て勝敗を決めてやりましょう。やりました。我が策あらば負ける。皆も力を振るうのだ。今こそ分かってる、大丈夫だ。我が軍力、今こそ披露してくれようぞ。行け。はは、敵の退路を封じるぞ。我が戦法の切れ味、その身で確かめよ。次なる手はいかに。敵の軒口を叩きに行く。母さん、押さえろ。かかりました。大丈夫か。降りて崩れるがいい。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。ナイス、惜しかったぞ。この初戦は勝った。まずは初戦勝利確実ですね。分かってる。我が策あらば負ける。皆も力を振るうのだ。捕獲した、やったー、捕まえた。オッケー、まずは初戦勝利だな。次も我が策にて勝ってみせましょう。ふう、沼田さんじゃないか、柿崎さんか。敵将ぞ、知っとらよ。使えるかい。ダメか、前回ほどな。噂に聞くより寛大な方ですね。さあ米沢城取ろうぜ。
あ、米沢城はどこだっけ。あ、ここか。城攻めは良き策かと。さ、丸文字城も取っちゃえ。この城、ここまでは順調、いい流れできているな。2万来たな。戦が始まるぞ。押し取った。賞を捉えたわい。はい、やった。氏家さんありがとう。2人も金庫シュープだ。良き案がありますぞ。なになに、官兵衛、官兵衛が。なるほど。さあ、こいつ倒すぞ。敵に痛手を与えます。よし、いいぞ。打ち破ったり。それは頂上。オーケーオーケー、いいよ。全軍で、全軍で氷西山城取ろう。ふん、城攻めですか。宦官の至りにござる。くそ、今はしょうがないな。3万で、待って、どこら辺かで。待って、まだいける。敵を打ち破ったぞ。くそ、波岡隊行け。敵を打ち払います。あちこちで戦闘が繰り広がっている。皆の者、負けてはならぬぞ。どうだどうだどうだ。ではまた停戦会、話を聞こうか。行くさぞ。準備を万端整えよ。ための舞台はどこだ。ための舞台ここか。まあいいか。この恥辱忘れぬぞ。殿、申し訳ございませぬ。全選択で山形城守ろう。動くべき時は今ぞ。陣を構えよ。戦の始まりぞ。 OK、 行こう。この戦いカットします。我が目には結果は見えておりましたぞ。よいしょっと、行くぜ。よし、くそー。あ、まだこの3つの隊いたな。で、そのまま丸文字城行け。おいおい、ちゃんと指示しないと。分かって、分かってるよ。いや、いい、十分。なんとか頑張って取ろうぜ。お聞きいただきたい。行ってこい、沼田さん。野戦となる、陣を構えよ。行くさぞ。準備を万端整えよ。頑張れ頑張れ。敵勢打ち破ったり。オッケー。城を攻め落としましたぞ。賞を捕らえたわい。オッケー、4人ゲット。オッケー、いいぞ。おお、貴重な戦力じゃ。ここで交渉しよう。停戦だ。では話を聞こうか。かい、まだ丸森城が残ってるではないか。交渉早すぎて。大宝寺城を取られる前に停戦したいんだ。やられる前に停戦だ。81。あー、くそ。米沢、お金、これでいいだろう。
それでよかろう。なんとか氷西山城は死守できたか。いつか米沢城も。あー、今回の戦いもきつかったな。とりあえず騎乗だ。1年間休もう。1年の間に氷西山城を強化しよう。ありがとう。米沢また狙うから、そのうちそれでいいだろう。誰に言っているのかよくわからない海軍であった。任命。ここを落とされちゃいけないからね。じゃあ何人か足軽つけてやるか。妖怪の喜びぞ。ニカホ。お任せくだされ。やっとやっとの思いで氷西山城ゲットできたな。ここで解除しようか。わ、腰病度20日しかねえ。マジかよ。お聞きいただきたし。ふう、とりあえず助かった。次の作戦は米沢城と丸森城とここ柴田城一気に狙う作戦でいくかな。とりあえず1月まで進めます。よろしい。とりあえず購入しとくか。信武と誰だ戦闘員。いや、年が違いすぎる。ダメだ。年の差結婚はダメだよ。申し上げる。行くぜ。ああ、とりあえず1年間余裕がある。丸森城欲しいな。なんかどうしてもで。そうだった、忘れてた。商人町で行こう。ジョーカーの施設をなんとかしたいな。修復だな。おかめ、賜り申し。どうもどうも。とりあえず1月まで進めて終わりたいと思います。ふう、氷西山城はなんとか奪取できたね。一歩前進かな。やりましたぞ。やりました。ありがとう。じゃあ今回ここまでで終わろうかな。激戦の末米沢城渡したけど、その代わり氷西山城をゲットしました。こんな感じで停戦戦い停戦戦いを繰り返しながらちょっと頑張っていきたいなって思うんだけど、きついよな。次もきついぜきっと。でもここで負けちゃいけないと思うんだよ。だから最後まで諦めずに戦おう。というわけで今回はここまでで終わりたいと思います。それでは失礼します。というわけで今回はここまでぜ。自由に会話する時間です。それでは始めましょう。ダメの武功にジャックされちゃってる。気にしない気にしない。なんとか氷西山城は奪取できましたね。でもまた米沢城が取られちゃいましたね。まあ、北条相手によく前線できたと思うよ。次回こそ、米沢城をゲットしよう。本当はね、丸森城もゲットしたかったんだけど、そうすると、心中しろ、が停戦条件になってたんだ。だから、丸森城は取らなかったんだよ。そうだったんだね、心中が条件とは、厄介だね。でも、今回は少し前進できたから、よかったと思う。なるほど。お前なりに考えたというわけか。せっかく手に入れた城だ。氷西山城を強固な拠点にしていこう。ですな、すでに内政と修復を依頼しておきました。数ヶ月で元の状態に戻るでしょう。あとは、城の強化と兵補充に努めていきましょう。軍師よ、頼んだぞ。
というわけで、次回も頑張るからね。それでは、ご視聴ありがとうございました。閉幕します。収録に3時間も使っちゃったよ。すごい疲れたから、何か食べ物あるかい？あるよ。調理に失敗したグラタンだけど、食べるかい？うん。失敗気にしないで食べてみるよ。ありがとう。失敗したグラタンだし、まあ、そうなるよねー。